岩崎都市や岩崎都市や1月28日昭和5年10月16日は日本の実業家で朝日ガラスの創業者三菱財閥二代目当主岩崎屋之助の次男として東京府に生まれた1891年に高等市範学校付属小学校1898年に高等市範、学校付属中学校を卒業ロンドン大学に留学して 応用科学を専攻。帰国後は、日本の近代化の中で、大きな需要が期待される板ガラスの製造に取り組む、ことを決意し、1906年に、ガラス器具を製造している、島田孫一と共同で大阪島田ガラス製造を、設立。翌1907年、島田と田本を分かち朝日ガラスを、設立し、日本で初めて板ガラスの製造に成功した。野放夫人との間に、 長女、八重子、次女、都子、三女、厚子の三女を設けた。都子は、都也の兄、小屋田の幼女となり、岩崎小屋田は、林忠の孫、忠男都子の婿として迎えた。また、都也の死後やほみ傍人は、近藤光太郎の四男、都夫屋を子の婿として迎え、やほの婿養子となった、岩崎都夫は後に、三菱自動車工業の常務を務めた。 ベンチャーキャピタルの分野で活動しているキャピタリスト、岩崎俊夫は、敏夫、厚子夫妻の長男で、敏也の孫にあたる。ありがとうございます。